頑張りすぎずにおしゃれにファッション発信しております、京子です。大柄女子の着痩せコーデを発信しております、宮子です。私が身長163センチ49キロ、私が166センチ62キロ、2人の体型の違いを生かしてお洋服の着比べやご紹介をさせていただいております。本日はユニクロ購入品行ってみて、あちょっとこれからユニクロ C とか U とか控えてるんですけど、はい、インラインでどうしても買いたいものがあったので、うん、買ったら割とたくさんになっちゃったっていう、めっちゃ楽しみです。はい、では行ってみましょう。スタート。はい、それでは1着目のご紹介です。ジャージーボートネックティー7分袖、レディースの白が XL、 ブラックが L サイズ。はい、こちら買ってきたの。うん、もうさ、これさっき触った時ちょっとニヤニヤしちゃった。やばいよね、空気持ちいいでしょ。もう大好きなやつ。わかる。なんか新作で出てて、うん、で見た瞬間にあもう絶対着たいって思って着てきたんですけど、うんうん、これはねあれですね、あのジャケットの下系におすすめ。あーなるほどね。はい、ポストルウェイクルーネックティーの方があれも合うんですけど、うん、こっちの方が綺麗めに合わせられると思います。へー、なんで？リブが入ってないから。あー、あとさ首の空きもなんか、そうだね、こっちのが空いてる、ね、結構空いてます。ここら辺は華奢見えしやすいと思うし、うんうんうん、で素材がこういう、これは触ってほしいな。ねえ、すっごく気持ちいいです。去年出てたセカンドスキンのやつ。あ、そう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 、別名セカンドスキンのやつじゃない、うん、あれ気持ちよかったけど、ちょっとそれより厚い気がするんだけど。あ確かに。こっちは L にしたんですけど、うん、白はもうちょい余裕を持って着きたいなと思ったので1個サイズを上げたっていう感じになります、うんうん、こんな感じです。7分袖でちょうどいいね。うん、こうやって普通にするとこんな感じなんですけど、うん、持っちゃうことが多そうだなって思ってます、うんうん、これはもうさ何でも合うから、うん、それこそこういうデニムとかでこうやって履いてもめっちゃかっこいいと思うし、うん、何でもいける系だと思う。それインナーみたいにはならないのかな、見た目。あー肌着感ってこと。スケとかさ、スケは、もっとビチッと着たら当然こう、うんうん、ついてくると思うんですけど、白ってしょうがないから、まあね、どうしても透けちゃうと思うし、これがダボダボしてるとまた用途別なんで、うんうんうん、なんかすごいシンプルだからさ、うんうん、インナー見えしやすいっていうのはあるかもって思った。あの見せちゃいけない系のインナーってことのように見えちゃう可能性もある。あー、風間感ってこと。ちょっとこれ以上言うと批判になりそうだから。いいよ、ちょっと言ってみて。ヒートテックを1枚で着てる人みたいな風に見えなくもないのかな、うん、みたいな、うんうんうん、なるほどね。まあシンプルだからそう見える可能性はあるかもね。多分自分の体型にちゃんと合ったサイズを着るっていうのがすごい重要な気がする、うん、そうだね。あとその私は最初言ったと思うんですけど、うん、もうジャケットの下系ですね。1枚で着ても別にいいんですけど、うん、私は多分1枚で着るっていうよりはジャケットを上に着たいかなって感じです、うんうん、そんな感じ、うん、そうやって着るとめっちゃかっこいいわ。そうそう、こういうでジャケット、まあ今こんなすごい黒黒でしっかりした感じですけど、うん、普段着にジャケット羽織りましたみたいな、うん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 、日にもめっちゃ使えるわけよ、こういうシンプルなやつ。なるほどね。ジャケットの中はなるべく装飾なかったり薄手だったりした方がジャケットがすごい綺麗に着れると思うんで、うん、そういう意味ですごいいいと思うの、うんうんうん、はい、では黒持ってみました、うん、私は L の方がまあジャストっていうか、ここがちょっと、うん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 、あのラインが出る感じになるのでぴったりかなって思います、うん、かわいいよね。もうほんとドシンプル、うん、まあ、ユニクロに求めるのってドシンプルなんで、うん、私的にはなのでとてもおすすめ。パンツいきたいと思います。ウルトラストレッチエアリズムストレートワイドパンツ、丈標準70〜72センチ、カラーが09ブラックでレディースの L サイズです。試着会で履いてたの覚えてる？試着会？ボトムスの試着会でこれ絶対履いてくださいって言って。それ動画になってる？なってます。やっぱり私としたことがすっごいいいよこれ。へー、多分もうね皆さんの制服になるであろう。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だよね。うん、めっちゃ綺麗。超軽くて超履き心地がいいです。履き心地もいいんだ。涼しそうだなと思った。そう、エアリズムだよねこれね。うん、そうエアリズムのパンツで、なんていうかねスポーティーな素材なんですよ、うんうんうん、ちょっとそうだよね、シャカシャカに近い、うん、そうそうそう、こんな感じの滑らかは滑らか、シャカシャカは言わない
シャカシャカは言わない。でも感覚シャカシャカ感っていう、うん、スポーティーな雰囲気で、うん、はい、もう総ゴムです。もう素晴らしい。拍手。拍手。言うことないでしょ。丈長いね。これ何サイズ？ L。 あ、L。ね、動画では M 入ってるのね、うんうんうん、で M はね短かったのめちゃくちゃ。あ、だから M じゃなくて L か XL かなって思ってたんですけど、うん、L だったな。ウエスト、うん、がここで履くんじゃなくてちょっとこうシュンってこの辺で履いております、うんうん、でもしこれでも、丈が足りないっていう場合はサイズ上げちゃっても最悪ここに紐がついてるんですね、うん、後ろに、うん、なんでこの紐をギュッてしちゃえばウエストは絞れちゃうんで、うん、まあいかようにもなるであろうという感じですね。なるほど。いや、めっちゃいいんじゃないですかこれは。もう毎日履いちゃうやつだわ。うん、ポケットもあるからさ。あ、最高でしょ。最高だね、うん、いいと思います。ニャンコ来ました。はい、どう？刺さってません。いやいや、刺さってるよ、うん、拾い方とか、うん、はインナー見えするかも私はって思ったけど、うんうん、でもこのボートネックの形のおかげで、うん、インナー感が消えてる。はい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 、程よく、うんうんうん、だから上にジャケットとか羽織ったらそれこそめっちゃちょうどいい気がする、うん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 、カラーじゃないじゃん、うん、だから黒だったらいいかなとはもう XL にして、うん、そうだね、うん、着心地もいいもんね、うん、そう、めっちゃ気持ちいいし、で下好きですシンプルにね。いや、これはね、万人いける系だと思う。だよね、うん、でも XL も着てみたいかなってちょっと思う。あー、もうちょっとでかくていい、うん、あの、全然ここがきついとかじゃないんだけど、うん、丈がスニーカーとか履くならもうちょい履くといいかな。そうだね、そっかそっか、うんうん、みたいなね、うんうんうん、え、でもめっちゃいいです、おすすめ、ね、うん、いいと思います。はい、大杉です。はい、上からエクストラファインコットンシャツ長袖、カラーが31ベージュで、レディースの 3XL。 はい、 3XL をオンラインで買ってきたよ。初めて見た気がする。そうだよね、今日この 3XL。 そうだね、私はこのシャツは白を買ってるかな、昔。コットンのシャツなんでシワが気になるじゃないですか、うん、うんうんうん、今これ畳で届いてるんですけど、ここにやっぱちょっとシワがね、うん、残ってたりするんですけど、こういうのをいかにアイロンを使わずに取るか、うん、ということに執念を燃やしております、うん、洗濯してバン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 でやりまくってかけるハンガーに、うん、それの後に霧吹きするので、乾かすととても綺麗に仕上がりますっていう検証動画を撮ってたりしたので、このシャツ自体はすごい好きなんですよね、うん、何とかして着たいっていう感じのシャツだったんですけど、今年はちょっとカラーを買おうかなと思ってこの色を買ってみたんですが、うん、もっと大きくしちゃおうかなと思ってちょっとサイズを上げてみたって感じです、うん、前は何買ったの？ XL。 へー、着丈は良かったんですけど袖がもちろん欲しいなって思って、うん、袖が伸びるかちょっと調べなかったんだけど伸びてます。あー、よかった、うん、伸びてた。かなりダボっとですけど、うん、でもぶっちゃけおしゃれブランドさんの S サイズだと思う。あー、 GU はでっかい、あ、うんうんうん、作ってくれてるんですけど、ユニクロさんは相当サイズ上げないとまだちっちゃいなっていう感じがするので、うん、私はこれはちょっと上げて買っております、うんうん、で今こうやって上まで締めてちょっとマニッシュな感じで着てもいいかなと思うんですけど、こんな感じで首元開けて着ても可愛いと思います、うん。でこの色がさ、ちょっと可愛いなと思って。可愛い、可愛い。ちょっとね、最近アイボリーなのか黄色なのかみたいなカラーのものをちょっと集めてるんですよね、うん、で全身でそれをやりたいのよ、うん、なので全身でその色を集めてるんですけど、まあ、それにちょうどいいな、うん、この色と思って買ってきたんだけど、うんうん、可愛かったです。お次、パンツいきたいと思います。プリーツストレートパンツ、丈標準 64.5 から 66.5 センチ、セットアップ可能、31ベージュで、レディースの XL サイズです。はい、これは前も出てましたね。前も出てたと思うんですけど、うん、なぜか今年は買ってきた。青のやつ？あ、水色の。うんうん、あのそう、展示会で着てて。そう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 。そうそうそう。あれの同じパンツだと思います。で、去年はセットアップの上がワンピースみたいな感じだったと思うんですけど、うん、今年のセットアップは丈が短いやつが出てて、今年の方が可愛いって思いました。へー。だけれどもね、あのセットアップを着てこのパンツ着ると、うん、あ、ユニクロだって分かると思います、うん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 、なのでユニクロ張りしたくない人はパンツだけがおすすめ。うん、
パンツだったら印象変えて結構着られると思うので、うん、いいと思います。でこのパンツはすごい優秀でさ、柄に見えるじゃんこれが、うん、プリーツが、うん、シンプルなトップスの下にこのパンツ合わせるだけでのっぺりしないから、うん、すごいね使いやすいと思います、うんうんうん、コーデがこう決まるというか、うん、で足のラインも出ません。出ませんね。ちょい透けぐらいかな。透けてる？透けてる。ああ、うん、透け感はあるらしいので、うん、ちょっと下は気をつけないといけない。私今真っ黒のパンツ。うん、分かった。あ、分かった。分かった。分かるんですけど、まあでもさ、こうやって歩かないんだよな。うん、こうだから。だからなんかそのさ、ウエストまで見せて履く人の方が少ないんじゃないかな。あ、そうだね、うん、なんかさこのパンツはねここまでこう上げるとジャストになるんだけどね。私はこれをこうまたここ下げて、うんうんうん、この辺で履いてるんですけど、ウエストを見せてそんなにかっこよく着れるパンツではないなって思う、うんうんうん、なんで基本的にはもう隠す方式でうん、うん、行っていただきたいなと思いますね。それなら全然透けてても問題ない、ね、そうそう、むしろこの、うん、こっから下は別に多少透けるぐらいでも確かに、ね、全然違和感ないんで、うん、いいんじゃないかなと思います。はい、みやこ来ました。かわいいね、うん、3XL いいね。いいよね、このサイズだな私もこれだな、間違いない、うん、かわいい。たまたま今日ベーレベを着てて、はい、ベージュレベリーのことです、はい、ベージュレベリーを着ててベーレベです。でも春ってこのカラーリングで行きたいよね。そうね、うん、このパンツとさ、うん、このシャツの色合わせ神ってるね。神ってるでしょ。神ってる、よく見つけてきたね、うん、お褒めの言葉を頂戴しましたこのパンツね、めちゃめちゃ気持ちいいです。いいよね、うん、私サイズもう一個上げて、うん、普通に買いたいね。あ、じゃ あのエアリズムの方よりこっちのが刺さった。あ、そうかもしれない、なんでだろう。想像してたよりも広がない、うん、足のラインを、うんうんうん、太めだよねかなりね。そうなんです、そうだね。やっぱりトップスシンプルなのが多いから、うんうん、京子がさっき言ってたように合わせやすいよね。そう、やっぱそうだと思います。ハマると思います。ハマるわ、めちゃめちゃ。ちょっとね、若干丈が足りてない、ね、足りてない、うん、これ下ろすとちょっと心もとないやん。そうだね、結構さ、私が履いてるショーツツルツルなのよ。あ、そうだね、摩擦力が少ないから、うんうんうん、ちょっとね、なんかいっちゃいそうな気がして、ね、怖いからもうちょい上で履きたいのよこれさ、紐がないから、あ、あったあった確認してなかったですすいません、紐あります XXL にして紐で縛るのはありかもしれない、うん、それがいいかもしれないね。そうね、うん、私の2年目の愛用品いきたいと思います。ウォッシュコットンクルーネック T シャツ長袖、カラーが00ホワイトで男女兼用 XL サイズです。これね、めっちゃおすすめ。病院通った時に、うん、病院コーデって言って出したらめちゃくちゃ来たの。これはどこのですか、ユニクロですよっていう感じであの盛り上がった T シャツなんですけど、うん、超超おすすめです。おお、みやこの旦那さんも好きだし、大量に買っといてって言われるあのガサッとしてるわけじゃなくて着心地は滑らかでいいんですけど、うん、ちょっとなんて言うんだろうな、カジュアルな感じの印象があると思います、うんうん、でここですね、一番のポイントはポケがついてる。ポケ付き、ポケ付き T でございます、うん、なのでなんか普通にシンプルなんだけどちょっと一癖ある、うん、って感じで決まりやすい。女性はこれをダボっと着るとかなりでかくなるんで、うんうんうん、こんな感じで着れます。元気のない日頑張りたくない日、うん、これです。 GU さんのさ、ドライポンチじゃない、うん、ダブルフェイスか、なんとなくこういう系統のやつはあるんですけど、うん、高見え感、メンズのいいブランドさに置いてそうみたいな感じの、そんな感じのニュアンスがありますよ、うん、で私はもう本当にこれが好きで、こうやってまくってもね止まるし、うん、大好きなの。これはね、皆さん買っといた方がいいです、うん、大活躍です。お次行きたいと思います、うん、皆様たくさん私に DM を送ってくれましたよね。ダブルジャケットはどうなのって、うん、買ってきたよー、イエーイで今ちょっとさっきのねポケ付きの上に着ちゃってるので、うん、ドカジュアルな感じになっておりますが、うん、こうやって着ることが私はまあ割と多いですね。こう中をめっちゃドカジュアルな服にして、うん、まくってちょっと袖から白を見せながら、うん、こうやって着る感じ、うんうん、で下はねスニーカーとかがいいね。こういう感じですね、うん、こういう風に着てもめちゃくちゃハマります、うん、でこのダブルジャケットは
いいんですよ、とっても、うん、私 XL だっけ、うん、XL にしたんですけど、ベージュとグレーが良かった。黒良くないの？ベージュとグレーってちょっとね、色味が混ざってる感があるのね。あ、白が混ざってる感じ。そう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 、黒は真っ黒なわけ、うんうん、で結構のぺっとする印象があるなって思ったので、私はグレーかベージュ推しかなっていう感じなんだけど、うん、まああとね C でリラックステイラードジャケット出るので、うん、そっちで黒買おうかなっていう気もしてます。なるほど、ね、ただそっちも黒はのぺっとするんじゃないかなとは思います。うん、まあ、でも黒のジャケットは絶対あった方がいいから、持ってなかったら、うん、買った方がいいんですけどっていうのを考えておりましたが、これもすごい優秀、うん、めっちゃ使えると思います。ちゃんとオーバーサイズだね。うん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 、こんだけオーバーで、うんうん、みんなこんな風に着ないのよって思うかもしれないんで、うん、着替えますね、うん、どうですか、どうですかめっちゃいじられんだけどこれが普通だと思います。さっきのジャージボートネックティーをシンプルに中に入れて着ました、うん、めっちゃいいね。めっちゃいいやん。ジャケットの中に着るためだけに買ってもいいと思う、うん、安いしね、うんうんうん、めちゃくちゃいいと思います。このジャケットがそんなにその厚手じゃない、うん、春夏にかけてこう着るようなジャケットだと思うんで、この中厚くしちゃうとちょっとね、うん、いまいちかなと思うので、中はやっぱ薄めがいいかなと、うん、ぶっちゃけシンプルで特徴もないので、そんなに、うんうん、ユニクロバレもしにくいと思うし、うん、で結構これも聞かれるのよ、これと、うん、あれとどっちがいいですかみたいな、ブランドさんのやつ、うん、高めの聞かれるんですけど、私の答えはいつも同じなんですが、うん、高いのを買えるなら高いの買った方がいいです。やっぱ違います、かっこよくなってます、うん、なんだけど、じゃあユニクロがかっこよくないかっていうと、全然かっこいいんですよ、うん、だからもっともっとって思うならもっと出せばいいし、うん、ここで全然十分って思ったらこれで十分っていう感じのクオリティだと思うので、うん、安っぽかったら紹介しないんで、うん、っていう感じです。はい、来ました。じゃーん、旦那のいつも洗濯はしてるけど初めて来ましたどうすか、うん、めっちゃかっこいいね。かっこいいよね、うん、オーバーサイズで着るとかっこいいわ。旦那さんいくつサイズ？ずっと M を着てたんだけど、うん、L にしてって言って L にしてもらった最近、うん、あー、宮子の要望でサイズを上げたと、うん、はいはい、細いから M がジャストなのよ、うん、すごい、うん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 、なんだけどもうちょっと大きめを着てほしいっていう願望が ね、うんうん、あって、本当は XL を着てほしかったんだけど、うん、XL は却下されて L になったし、そんなのさ言わずに買ってさ反り替えとけばいいじゃん。もともと私よりさおしゃれが好きな人だったから、うん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 、ちょっとこだわりはある、ね、ああそっかそっか、うん、じゃあダメだね。なんか段階を踏んで、うん、M だから L、XL ってなっていければいいかなみたいな。それかさ、みやこがそれ着てたらさ、なんかいいねって感じになりそうだよね、うん、でもさ私の方がガタイいいから当然ちゃ当然なのよ。な、私が XL で、ね、旦那が L なのがまあ自然なのよすごくいいです、うん、もうすっぽりだし春に1枚で着る系のね。そう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 、うん、もう何でもない生地で、そう何でもない生地で何でもない生地で失礼なんて言うんだろう、暑くもなく寒くもなく、うん、かわいい。はい、みやこ来ました。ジャケットダブルジャケット最高もう一個大きくてもいいのかな、うん、そう思う。 XL でも普通にいいけど、うん、もう一個大きくしたらなんかさらにおしゃれになる気がする。そうだね。今みやこは中に GU の、うん、はい、ソフトリブクルーネックティー、ん違うな、ソフトリブティー、リブクルーネックティー、リブティー、リブティシンプルだった、シンプル、リブティーを着ていますそう、リブティー半袖を着てます、はい、そうだね、もう一個上かな、もう一個上じゃない、うん、おお、これが分かっただけでも今日来た甲斐があった、ね、おすすめ、はい、ラストです。 UV カット V ネックロングカーディガン長袖、カラーが09ブラックでレディースの XL サイズです。はい、これも毎年ね買ってる気がする。うーん、ね、なんてキャシャミエカーデとかそういう感じで出してた気がするな、インスタで。あ、これは本当に使いやすいです。割と薄手な感じのカーディガンなんですけど、うん、丈がね長いのよ結構。本当はね、レディースなのに、うん、
学校とか公務員感のあるカーディガンと違って、うん、こうなんかテロッとゆるっとこう着るような感じなので、うん、すごいね普段着に使いやすいです、うんうんうん、一応ボタンもついてるんですけどここにね、うん、私は結構止めずにこのままなんかダラッと着ちゃうことが結構多いかなという感じです、うんうん、華奢見えするんですよ、うんうん、ちょっと体に沿う感じがあるので女性らしく着れてもう本当お気に入りのカーディガン、あとスリットが結構深めに入ってます。ちょっと黒だと分かりにくいですが、うん、こうパコって割れてるの、うんうんうん、そのぐらい深めに入ってるんでこうやってポッケに手を入れてこういう感じよ、うんうんうん、かわいいと思います。はい、宮古来ました。かわいいです。めっちゃいいやん。めっちゃいいじゃん。似合ってる。もう丈すごい長いでしょ。びっくり。なんかメンズレベルの長さじゃない、うんうんうん、しかも着丈差がついててさ、うん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 、使いやすいよね。うん、かわいいわ。なんかここ空いてるからさ、うん、ちょっとふわっと張り付かない、うんうんうん、お尻とか、うんうんうん、足長効果もある。あるね。めっちゃこれ下ドレープデニム、はい、めっちゃかわいい。なんかもうさ家に1枚置いときたくない。これの。そうだね。これは結構使えると思います。めっちゃ使えそう。いい。はい、皆さんいろいろ紹介してきましたがいかがだったでしょうか。どうしたでしょうか。インラインも可愛いのがいっぱい出てきておりますので、うん、皆さんチェックしてみてくださいね。この動画がいいなと思ってくださった方高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。